キトの市街木トの市街木トの市街は、エクアドルの首都木トの旧市街を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件であり、アーヘン大聖堂、ラリベラの岩屈教会群、イエローストーン国立公園などとともに1978年に登録された最初の世界遺産12件の一つである。木トの市街は、保存状態の良好さが高く評価されている歴史地区であり、 16世紀には南米大陸におけるキリスト教不教の拠点だったことからかつてはアメリカ大陸の修道院の異名を取った。市街には当時を忍ばせる様々な建築様式の制度、修道院などが数多く残っている。登録名は人市街、人急市街などとも訳される。エクアドルの首都機とは標高2850メートルに位置している。 その国名が示すように赤道直下に位置する国だが、その標高の高さに近する過ごしやすい気候は都市の発展にも寄与した。人の建設は1534年のことで、インカの武将オルミニャウイの追撃の途上でこの地に入ったセバスチャンデ・ベナルカサスによるものである。スペイン入植以前のインカ人都市は、スペイン人の侵略に抵抗しようとする住民自らによって破壊されたため、 その痕跡は残っていない。1543年に正式に、スペインの植民地支配が開始されると、独立広場を中心として、格子状に街路が形成され、様々な建物が並ぶようになった。スペイン植民都市は、建設に関して様々な規格が存在しており、広場を中心とする木との市街もそれになっている。他方で、木とは、傾斜地に規格化された。 都市計画を持ち込んだ都合上、旧勾配の街路や階段が見られる。様式は時代ごとに変遷し、旧市街ではルネサンス様式、バロック様式、ムデハル様式などを見ることができる。木戸に進出した修道会はフランシスコ会、ドミニコ会、イエズス会など様々で、彼らが築いた多くの宗教建造物が立ち並んだ。木戸は前日の通り、 アメリカ大陸の修道院内し、南アメリカの修道院の異名を取った。1917年の大地震、1987年の大地震などでたびたび被災したが、歴史地区の保存状態の良好さは、ラテンアメリカで随一と評価されている。フランシスコ海修道院は1535年に建設され、これは同じ年から建設が始まった。 サンフランシスコ聖堂と共に南アメリカ大陸最古のカトリックの宗教、建造物である。修道院は南アメリカで最も威厳のある教会建築とも言われる。付属のサンフランシスコ聖堂の建設を手掛けたのはフランドル出身の施りっけで彼はフランシスコ会士だった。内部に安置された十二使徒像はカスピカラの手になるものである。 付属するインディオのための教育機関は、進学と美術の学校となった。この工芸学校は、南米最初のもので、南米美術の一派であり、大きな影響力を持った木と葉を生み出したことで知られている。市街の中心部に位置し、大統領府、市庁舎、大聖堂などに囲まれている。独立広場に面している、大聖堂は1572年に建造された。 1660年、1755年、1797年と大地震の被災の度に修復されたので、本来の様式に比べて簡素に変わっている。大祭壇にはカスピカラの彫刻が飾られている。この大聖堂にはエクアドルの初代大統領ファンホセフローレス、ボリビアの初代大統領アントニオホセデスクレの棺が収められている。 ドミニコ海修道院は17世紀初頭に建造されたバロック様式の宗教建造物で、キトサイの街路であるロンダ通りに残っている。石橋で結ばれた通りの向かい側に位置するサントドミンゴ聖堂は建設許可の都合上約100年後に建設された。内部の装飾ではロザリオの聖母礼拝堂にある祭壇ついたての芸術性の高さが特筆されている。ラメル聖聖堂は 宅発修道会の一派であるメルセス会の建物である。植民地時代に建てられた宗教建造物の中では最後に位置する18世紀の建物だが内部に安置された聖母像は1575年制作の木と最古のマリア像である。高さ47メートルの塔は建設当初は木とで最も高い建物だった。ラ・コンパーニャ聖堂は1605年に ドイツ人のレオンハルト・ドイブラーが着工し、イタリア人のベネッチオン・マンドロフィットが1766年に完成させた聖堂で、祭壇の装飾には、ふんだんに金箔が使われている。イエズス会の聖堂で、イタリアバロックとスペインバロックの様式が混じり合ったその建築は、エクアドルに残るバロック様式建造物の中では最高傑作とも、評されている。 安山岩で築かれており、ファサードは、螺旋状の柱で飾られ、優美なものとみなされている。サン・アグスティン制度は16世紀末のスペイン人、建築家、フランシスコでベセーラによって建造された、アグスティン会の制度で、1809年には、数週間で、執行の浮き目にあったとはいえ、独立宣言の署名が行われた場所でもあった。現在残る聖堂は、 1868年の地震の後に修復されたものである。木との死街は世界遺産リストへの物件登録が最初に行われた第2回世界遺産委員会で登録が決議された。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議の事前勧告も登録がふさわしいとするものであり、くフく古シ地区、ゴーレ島、ランスオメド道国定史跡などとともに、 最初の世界遺産12件の一つとなったのである。また、キトの市街は、ガラパゴス諸島とともに、最初のエクアドルの世界遺産でもある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。アイコモスは、基準に該当するとしていて、それらの基準は、キトの市街では、人と自然が一体となって、 独特の都市景観が生み出されたことなどに対して適用できるとされていた。実際に採択された基準との適用理由については第2回世界遺産委員会の決議集では明示されていなかった。しかし2013年の第37回世界遺産委員会ではその適用理由について訴求的採択が行われ、基準については人派が 地元のアウディエンシア管区内の諸都市及び近隣管区内の諸都市に大きな影響を与えたこととの対応関係が示された。基準については当初、アイコモスに示されていた上記の人と自然が一体となって独特の都市景観が生み出されたことに対応するものとされた。木との市街は登録地域内の建造物の修復などのために、 1981年から1999年までの間に計16回総額39万1800ドルの助成金を世界遺産基金から拠出されている。ありがとうございます。